タブレット端末を新しく買ったんだ。自宅の Wi-Fi につないで、家の中の好きな場所でネットやメール、動画を楽しむつもりだよ。それはいいね。 Wi-Fi だったら通信量を気にする必要もないしね。自宅の Wi-Fi といえば、以前セキュリティ対策が不十分だった自宅の Wi-Fi が近くにいる人に勝手に使われちゃったっていうニュースを見たことがあるよ。え、本当に？見ず知らずの人に勝手に使われちゃうなんて気持ち悪いな。そうだね。それにただ使われるだけじゃ終わらないかもしれないしね。例えばその Wi-Fi からネット上の掲示板に犯罪予告を書き込まれちゃうかもしれない。それは怖い。自分が書き込んだと疑われちゃうよね。勝手に使われちゃった人は自宅の Wi-Fi にパスワードをかけてなかったのかな。 Wi-Fi の暗号化のことだね。それがパスワードをかけて暗号化してたみたいなんだ。でも Web っていう古い方式だったから簡単にセキュリティを破られちゃったんだって。なるほど。暗号化だったらどんな方式でもいいわけじゃないんだ。自分では正しく設定できてると思ってても問題が起きちゃうことがあるかもしれないね。そういえば自宅で Wi-Fi につなごうとしたらアクセスポイントの名前にマンションで隣の部屋に住んでる人の名前が出てきたことがあるよ。それだと誰の Wi-Fi かバレバレだね。アクセスポイントの名前は誰でも見られるから名前の付け方にも気をつけないといけないね。自宅の Wi-Fi も安全な使い方を知らないといろいろ危なそう。自宅の Wi-Fi の安全な利用方法を一緒に学びましょう。